王神天皇は日本の伝説的な天皇であり、日本初期や古事記といった古代の歴史書にその名が記されています。彼は古代日本の第15代天皇とされており、在位期間は不明ですが、4世紀末から5世紀初頭にかけて活動したと考えられています。王神天皇の出自については諸説あります。一般的には、彼の父は14代中愛天皇であり、 母は神宮皇后とされています。しかし、出生については謎が多く、異説も存在します。神宮皇后以外の父として、住吉三神や竹内の宿根とする説もあります。王神天皇の治世には、朝鮮半島への遠征や国内の統一を成し遂げたと伝えられています。彼はくだらやらとの戦いで勝利し、和の国の勢力を拡大しました。 その後、彼は河内地方を中心に多くの宮屋領を建設し、河内王朝とも称される新たな王朝を起こしたともされます。一部の研究者は、王神天皇を従来の皇統とは異なる存在と考え、新たな王朝の創始者とする説を唱えています。彼らは、王神天皇が九州の豪族出身であり、朝鮮出兵を通じて力をつけ、 中央政権を凌駕して行為を散脱したと推測しています。ただし、王神天皇やその時代の自責については、神話的な要素が強く、実証的な根拠に乏しい部分もあります。また、系譜や歴史の流れに関する解釈も異なるため、議論の的となっています。王神天皇は、古代日本の歴史や神話の中で重要な役割を果たした存在であり、 その知性は日本の国家形成において重要な一節です。彼の時代から始まる河内王朝や和家王朝と呼ばれる系列の天皇たちは日本の歴史において特別な地位を占めています。しかしながら、王神天皇の実在性やその詳細な辞籍については研究者たちの意見が分かれており、明確な結論は出されていません。彼の伝承は神話的な要素が強く、 事実との区別が難しいため、様々な説が提唱されています。王神天皇の物語は、日本の古代史や神話の一部として、興味深い研究対象とされています。その時代の事象や彼の役割については、さらなる研究と解明が求められています。